準備はいいですか。ではスタート。私が紹介する本がこちらにある地域と連携する大学教育の挑戦という本なんですね。皆さんの中にも置くとインターンシップであったりボランティアというものに参加したことがある学生は多いと思います。現在日本中で大学が地域に入っていくということが強く行われています。しかしこれは決して昔からあったわけではありません。大学というのは学びの場所であって地域が入ってくるというものではほとんどありませんでした。これは2001年に内閣府の政策によって強く推し進められるようになっています。もちろん地域に入っていく大学はいろんなことをやっていろんな方法を試してみなければなりませんが、同時にこれは受け入れる側の地域であってもいろんな方法を試してみなければなりません。例えば企業であってまた自治体であっても学生を受け入れるとなった場合、その事前準備、そして当日、そして終わった後の事後報告、こういったものに時間を費やすわけです。はっきり言ってこれはすごい手間だと思っています。例えばインターンシップでなくても皆さんは中高生の時、小学生の記憶がある方もいるかもしれませんけども、学校に教育実習の学生が来たと思います。教育実習の学生が来た時、先生たちのフォローというのはすごい大変だそうなんですね。私は今教職を取っているんですけども、高校の時に言われたのが、ああいう実習生が来るとね、その場所はテストで使えなくなるんだよねっていうふうなことを言われてしまいました。でもこれは多分本当のことだと思います。企業でも自治体でもこれは同じです。じゃあなんでそんなことをしてまで受け入れるのかということをこの本の中に書いています。これは実際に愛媛県にある会社の社長の言葉なんですけども、受け入れる理由は新しい風を呼び込むためなんです。こういった地方と呼ばれるところ、これを言ったところには新しい風はなかなか入ってきません。そうするともちろん取っておくべき重要な伝統もあるんでしょうけれども、同じぐらいいらない伝統だってあるんです。でもそれに気づくことは難しいです。そういった時に新しい風である若者が来ることによって、そういったものを変えていくことができるかもしれないというふうに書かれています。しかし学生というのは時には礼儀がなっていなかったり多くの失敗をするでしょう。はっきり言ってそういった学生でなかったとしたって若い人はそこら中にいます。田舎に行きたいという若者だっているでしょう、社会経験を積んだ人も。であるならばなぜあえて学生なのかということ、学生を受け入れること、それはいろいろな概念をまだ持っていない、社会に出ていないからこそできること、ファンになってくれるかもしれないということなんです。この中に書かれていること、1年間で10人のファンを作ったならば、それを10年繰り返したならば、すなわち100人のファンがこの町にできる。ファンという言葉を聞くととてもいい風に感じるかもしれません。皆さんも時には野球チーム、それから好きなアイドル、映画監督、そういった人たちのファンになっているかもしれません。そしてファンであれば当然そういったチームや個人を応援することだってあるでしょう。でもどうでしょう、あなたの好きな野球チームが負けたら、そしてあなたの好きなアイドルが何かしでかしてしまったら、きっと批判だってするはずです。もちろん批判というとなんだかマイナスなイメージを思うかもしれませんけれども、その批判から新しいことだって生み出せるんです。ファンというのは決して全てにイエスと言ってくる人ではありません。時には何かをやろうとした時にそうじゃないでしょって言ってくれる人だっているんです。そういったものを現在の地域、特に地方は求めています。だからこそリスクがあり、事前準備やら何やらが大変にもかかわらず学生を受け入れるんです。最後に、この本のほとんどの内容は本当に実在する愛媛県の大学の実力です。現在私は現代政策学部に属していますが、人文系の学部は非常に厳しいところにさらされています。そういったことにも一つ警鐘を鳴らし、理系だけではない、文系だってこの国には大切なんだということもここには書かれています。地域と連携していくということももちろんですけども、学生のこれからのこと、コミュニケーション能力何やら言われている、そういったこともいろいろ書いてあります。この本は
図書館からお借りしている本ですので、もし気になった方いらっしゃいましたら、ぜひ3階のところに置いてあると思いますので手に取ってみてください。2分間のディスカッションタイムです。質問がある方は挙手お願いします。皆さん、はい、興味深いんですけども、今のご説明を聞いてると、はい、挑戦のところなんですけど、はい、大学生を受け入れる地域の挑戦っていうために聞こえてしまったんですが、大学自体が何を挑戦しているのかということですか。私の気に入ったところがたまたま地域側のスポットだったので、それを結構強めにお伝えしたんですけども、大学側の挑戦としては、まずこの大学で新しくここにある総合政策学科という学科がですね、設立されます。で、まずこの学科が創設されることの挑戦、そしてここって何するのっていうことで、どういった先生がこういうことができるのかっていう人集めの挑戦から始まります。そして当然学生を集めることも挑戦ですし、そしてその学生がこの地元を良くするためにいろんなことに挑戦します。時にはポスターを作るんですね。で、そのポスターがここにいくつか紹介されているんですけども、学生なのっていうぐらい私も見ていて結構面白いポスターを作るという挑戦をしていたり、また地域のお祭りへの参加ですね。多分皆さんの町でもお祭りって結構やってると思うんですけど、実際参加されたことあるって人意外と少ないんじゃないでしょうか。結構外部から来ている、まして大学生で一人暮らしをしているよっていう人に、この地域のお祭りっていうのは意外と閉ざされたコミュニティだったりしてしまうそうなんですね。そういったものに参加するっていう、まあ、挑戦というか、大学がこの作った学科の成長記録みたいなものが書かれていますという感じでいかがでしょうか。いや、大学の中がスカスカになっちゃうんじゃないかなという心配はないですか。そうですね、外に出ていく、中は空っぽ。大学のそうですね、地域に出ていくっていうことで、まあ、一つ書かれているので、大学がスカスカになってしまうというのはあまり考えたことがないですね。ありがとうございました。